どうもこんばんは、しおんです。今回もホラーフィールドで遊んでいきたいと思います。でですね、結構ねコメントで初心者の方がね見られているということをね聞いたのでですね、今回はですねちょっと趣向を変えてサバイバー限定なんですけど、ノーアイテムで全キャラ脱出をねやってみたいと思います。正直どうなるかわからないんですけどね、やっていきたいと思います。ちょっとねサイコ側はねやるといつ終わるかわかんないんでね、正直脱出じゃないや全キルできる気がしないですね。なのでまずはサバイバー側、今日はねサバイバー側を全キャラ脱出できるまでねやってみようかなと思います。でまずアイテムを外しましょうか。ただねアイテムを全部外した状態でも、もう私はもう全キャラのレベルがマックスになってしまっているので、まあ、完全に新規の状態とは違うんですけどね、そこはご了承ください。で全部外し完了しましたね。ではフィールからいきましょうか。まあ、以前やった時はねジャックで脱出できたんで、ジャックは最後に取っときましょう。ということでまずはフィルからいきます。でまず開幕は崇拝者で、マップはバンカーですね。ありがたいですね。で味方はリナとマーカスとメアリーですね。まあ、アイテムがないとですね、急に来た時に対処できないんですよね。まあ、見つかったら終わりなところはありますけど、なんとかね扉を全部破壊される前に5台つけて脱出したいところですよね。さあまず1つ目、でいつもと違ってですね強引な展開は持っていけないんでね、まあ、なるべくサイコに合わないようにするのが大事だと思います。なんでね近づいてきたら、まあ、早々に逃げたいところですけどね、あと数ミリとかになるとちょっと無理したくなるのがねありますけど、あ来てますね。で2台目が完了しました。まずは鉄の扉の方に逃げましょう。で3台目がつきましたね。これで残り2つ、あここやってますね、一緒にやっちゃいましょう。で心音が近づいてくる、いやこっちに来てるか。ナイスアイテム助かりましたね。味方のアイテムのおかげで助かりました。今のまま行ったら多分間に合わなかったですからね。とりあえず一発は殴られてたところを味方に助けられました。でジェネレーター残り1つになってますね。でここフルなんですけど、やっちゃいましょうか。で一番怖いのがですね、通電した後ですね、それか通電する寸前にタゲられてる時ですね。今までだったらアイテムがあるとそれでね回避できるんですけど、強引に引き剥がすことができないんでね、そうなると非常に厳しくなります。でマップの下の方にサイコがいるんですかね。いや心音が小さくなっていってるぞ。心音消えましたね。でマーカスが一発食らう、今のうちに開けちゃいましょう。そしてゲート横の扉が破壊されてますね。で2人脱出済み、まずい、こっち来るかな、どうだろう、いや来てるな、ただ扉ないんでどうしましょうかね、これまずいぞ、やだ死にたくない。いやーなんか回り込もうとしてるし、バレてるかな、いやバレてるなこれ。あ、見失ったっぽいですね。
で、マーカス回復しました。どうする？これ行くか。いや、ダメだな。近い。で、上が開いてんのばっか。おっと、叫んでいく。ちょ、やめて。で、扉の中入って、マップの上の方に行きましょう。回り込まれてたら泣きましょう。で、残り一人になりましたね。これ上開いてるんで、もうバレバレなんですけど。危ない、行けましたね。まずは一人目。ふう、疲れますね。では次、マーカス行きましょう。で、マーカスはね、一発だけレベルが高いスキル持ってるとね、一発だけワンパン食らわない状態になるんで、一発じゃないな、ワンパンを食らわない状態になるんでね、比較的楽だと思います。ただね、ジェネレーターの修理が遅いので、やってる途中に絡まれるとかなり遅れてしまうんでね、そこが問題ですよね。で、ここにジェネレーターがない。なるべく安全なところからやっていきましょう。あー、やっぱりツールキット使うのと使わないのじゃ全然修理の速度が違いますね。めちゃくちゃ遅い。で、心音がドクンドクンなってますね。いや、心音消えた瞬間に爆発するか。で、ジェネレーター一つつきましたね。で、近づいてきてます。いや、来てるね。え、誰か殴られてわざわざ開けちゃいました。で、もう一人のマーカスが食らってて、これは2発目食らうのかな。食らいましたね。でもこれ救助した瞬間に来ると思うんですけど、もう行くしかない。いや、無理だこれ。まずいぞ。食らったら回復がないんで。ああ、やはり食らいましたね。どうするこれ。味方が直してくれないともうどうにもなれないんですけど。で、扉を蹴ってますね。そしてマーカスが救助されましたね。次は私が牢屋に入る番だ。どけてくれ。いや、無理でしたね。で、ロイヤにぶち込まれて、で、現在ジェネレーターが残り2台ですね。ちょっと周りの状況を見てみましょうか。負傷したマーカスが建物の中で直してます。で、最後の笑い声が聞こえて、ちょっと救助来ましたね。ありがとう。いやー、救助途中で逃げていく。崇拝者なんでね、結構まずいですね。放置されるとそのまま死ぬ可能性があります。負傷したマーカスが救助に来てくれてんのかな。どうなってんだ。あ、見つかりましたね。そしてぶち込まれる。おじいちゃんがすぐ上にいますね。で、崇拝者が笑いながら通り過ぎていく。2人ともほぼ同じ体力ぐらいですね。これ同時に死ぬまでありますよ。あ、通電しましたね。これ終わった臭いですね。なんてこったい。で、2人は普通に開けて、質はしない。で、おじいちゃん殴られて、まあ、私たちはまあおそらく放置だと思うんで、これは死にますね。で、ゲイリーも食らうと。え、あれ、今貫通し、今建物貫通したような気がしますね。で、私も死亡と。で、星が一つ減っていく。700ですね。これ救助行ったばかりにこんな目に遭いました。ではおかわり行きましょうか。まあ、アイテムなしだとね、まあ、ワンミスで死ねますからね。で、こういう時に限って回避をしてくれないというね、まあ割とあるあるですよね。そしてマップはバンカーです。
イテムなしでここを直すっていうのはね、非常に怖いんですけどね。ちょっとでも信用が大きくなったら逃げましょう。もうね、救助もね控えめにしましょうか。で、早くも一つ目がつきましたね。で、今回ジャック2人とマーカス2人ですね。で、お相手は肉屋です。今のところ静かですね。まず一つ目で、これで残り3台になりましたね。で、最後にアイテムを投げつけてます。今のうちにここを直してしまいましょう。今のところ静かですね。静かと言ったそばから爆発してアピールしていく。そして残り2台になりましたね。で、サイコが近づく。おっと、ジャックが通り過ぎていく。一緒にやってほしかったところ。あ、これまた強引にやって捕まるパターンじゃないの、これ。で、どこかで鉄を蹴ってますね。逃げましょう。で、ジェネレーターついて残り1つになりましたね。私がやってたところつけてくれたんでしょうか。なんか2人走ってましたからね。で、ここの扉は破壊されていて、ゲート横はどうでしょう。おっと、なんで叫ぶ。いやいや、着く寸前に爆発ですか。ほんと勘弁してほしいですね。もう3人で強引に開けましょう。で、扉蹴ってますね。なんで脱出しちゃいましょう。アップのハープン投げてきましたね。ちょっとでも遅れたら死んでました。まあ、星は回復しなかったんですけど、よしとしましょう。では次、リナ行きます。で、お相手は肉ですね。で、リナが2人にジャックとゲイリーと。で、マップバンカーが続いているのは本当に嬉しいですね。これが人員連発だとか、ね、とかだとかなり逃げづらくなりますからね。結構心音が近めですね。いや、怖い。いやいや、安定の爆発していきますね。本当に勘弁してほしい。近い、めっちゃ近い。いや、そっちかい。あぶね。あー、もうつけきんの無理か。逃げましょう。で、ここ直してるんで一緒に協力しましょう。おっと、爆発していく。なんだこれ、行く先々で爆発してますね。で、残り1台になりました。そっちから来るかい。うわ、ワンパン食らいましたね。これ残り1台で、これ通電されるとそのまま放置される可能性大なんで。あ、助けに来ましたね。ありがとう、リナ。ただ回復もないんでね、味方が直してくれないとどうにもなりません。誰か助けてください。そしてサイコが近づいてくる。このタイミングで叫ばれたら終わります。どうするこれ。通電しましたね。他行ってくれると助かるんですけどね。で、心音が小さくなっていく。で、戻ってきますね。え、こっち来てんの。ちょっと無理なんだけど。いや、もうここは開け切るしか。どっちから来る。そっちかい。扉蹴ってる間に起きるんだ。無理でしたね。助けて。通り過ぎていく。ダメですね、食らっちゃいけませんね、これね。
で開けようとしたが失敗と。で2人脱出ですね。星減るでしょう。やはり減りましたね。さあもう一回行きましょう。いや予想以上にきついですねこれね。でお相手は再び肉屋で、マーカスとゲイリーとミルト、そしてマップは人員ですね、ジェネレーター得意な2人に任せましょう。なるべく安全なところをやっていきましょう。でここにジェネレーターがなくて、じゃあマップの下をぐるっと回って見ていきましょう。ここもない、珍しいですね。じゃあ部屋の中に入りましょうか。びっくりした、アイテムの音が爆音でしたね。で何を使ったんでしょう、サバイバーに化けてるのか、それとも心音を消してるのか、ちょっと分かんないですけどね。効果が切れるまでおとなしくしておきましょう。で効果が切れてジェネレーターつきましたね。これで残り4台。いやいやこのタイミングで叫ぶかい。そして残り3台になりましたね。でなぜかエナジードリンクでおじいちゃんが走り回っている。でサイコがかなり近くにいるんで怖いんで離れましょう。でここはついてますね、まあ、そろそろ他のジェネレーターもつけてほしいところですけどね。で言ってるそばからついて残り2台。でこっち側に来てるような気がするんですけど、離れていきましたね。でおじいちゃん来てくれました。2人で直していきましょう。ただ通電状態の時に絡まれてると非常にまずいので、なんとかねバレてない時に、はいはいじゃないよ。あでも4人いるんで問題ないですね。一気に開けちゃいましょう。さあみんなで出した。一気についたおかげで助かりましたね。ただ星は回復せず。では次ゲイリー行きましょう。でジャックにゲイリー2人に、お相手は肉屋。でリナですね。でマップはバンカーと、まずは左側に逃げます。そして下にあるジェネレーターを触っていく。でもう一人のゲイリーとすれ違う。おっと叫んでいく。どっから来る。でジェネレーターつきましたね。でこれで2台ついて残り3台。で心音は消えましたね。ちょっとどこら辺にいるかわかんないんですけど、足が遅いゲイリーなんでね、なるべく見つかりたくない。そしてここを協力して直しちゃいましょう。これで残り2つ。で心音がちょっと鳴ってから消えるを繰り返してますね。誰か追ってるんでしょうかね。ただこっち側のマップのね扉はまだ生きているんで、なんとかね早めに移動して逃げ切りたいところ。あここもついてますね。ということはマップの右側にしかもう残ってないということですね。あとは真ん中ら辺でしょうかね。ちょ分かんない、どこにいるか分かんない、怖い。そっちから逃げてくる。で叫んでて、あそっちにいる感じ。よかった開けなくて。ただこの足の遅さだと扉まで逃げ切れるか。でジェネレーターついて残り1つになりましたね。さらに通電灯、もうこれは迷わず行きましょう。ただ心音も近づいてきてる。でゲイリーが食らって、3人で開けきるんだ。1人は牢屋にぶち込まれ、
ね、扉蹴ってるんで、もうこれ無理でしょう、脱出しましょう。で、無事に脱出できましたね。では次、メアリー行きましょう。残り2キャラです。ただね、メアリー苦手なんですよね。で、フィル・ゲイリーにマーカスとメアリーと、で、お相手は肉屋ですね。で、マップは再びバンカーです。本当にありがたいですね。扉が多いマップは助かります。そして最後のすぐ近くからスタートなので、左側に逃げていきましょう。あ、でもここにあるんでやっちゃいますか。いや、めちゃくちゃ近いぞ。ちょっと扉の内側に入りましょう。かなり心音が近づいてますね。で、このメタリー、ジェネレーターのね、つける速度が非常に遅いので、アイテムがないとかなりきついんですよね。で、かなり近くにいるんで、おっと、そっちかい、まずい、閉めて、間に合った、危なかった。でも追ってこられると非常にまずいです。なんとか扉を使って逃げていきましょう。ジェネレーターつきましたね。残り4台です。あ、そっちかい、鉢合わせした。ワンパン食らいましたね。さっきからこのパターンが多い。あれ、左側にいたはずなのに右から来ましたね。どういう移動してるんでしょうかね。で、誰か助けてくれると嬉しいんですがね。どうでしょうか。で、ゲイリーとマーカスがマップの左側にいて、おじいちゃんがちょっと上にいる感じですか。で、マーカスが食らってますね。で、ゲイリーが逃げている。で、マーカスも追撃を食らうと。いや、おじいちゃん、これつけるまで救助に来ない感じですよね。で、ゲイリーがこっちに来る前に、牢屋まで来る前に崇拝者がね、間に合っちゃいそうですけど。で、そっちを先に助けるんかい。いや、死にそうなんですけど、助けてください。そして逃げていく。これ死ぬんじゃないですか。ちょっと、なんで逃げていくの。いや、完全に放置プレイ食らってますね。ちょっと、なぜ逃げていく。助けてくれ。もうヘルプって押しときましょう。さよなら。もうこれは終わりましたね。なぜ見捨てた。そして通り過ぎていく。ゲイリーにやられましたね。そして死んだと同時にジェネレーターが修理されたと。これはひどい。しかも15しか入ってないですね。いやー、きついですね。思った通りの展開になりましたね。まあ、このゲームって味方が助けに来てくれるかどうかがね、非常に微妙なんですよね。で、サイコが近づいてくると自動的に逃げていくんで、あと通電後ですね、通電後の救助来ないんで、そこがきついですよね。で、崇拝者がいきなりアイテム使ってますね。で、マーカスがいきなり食らう。そしていきなりジェネレーター爆発。アイテム何使ってたんでしょうね。いや、来てるっぽいんですけどね。もう行きます。いやー、なんで。あ、ミナ追ってきましたね。助かりました。で、リナがワンパン食らいますね。で、味方が攻撃食らってる効果で足が速くなっています。で、戻ってくるの速くないですか。もう戻ってきましたね。さて、どうする。
重いですね。いや無理か、ごめん。でマーカス回復しましたね。閉めてくれ、間に合った。でジェネレーター残り3台ですね。ただ担ぐ暇はなかったみたいで、ニナが起き上がりましたね。でその効果によって足が速くなったんですけど、すぐ追撃を食らってまたぶち込まれて死亡と。いや余裕が全くないですね。なぜ叫ぶ。いやジェネレーター修理遅すぎて無理ですねこれね。どっから来る。でマーカスが追われて、でまた味方が食らった効果で足が速くなっています。でちょうど目の前にいるんでね、お迎えしましょう。で味方が食らってる時はね、足が速くてね快適なんですけどね。でそうしてる間にジェネレーターが残り1つになりました。そしてなぜか私が追われる。マーカスは許された。いや回復ないんで食らったら終わる。やめて、うん、で扉がもうないですね。いやーこれはもうどうしようもないが、あれ追ってこないな。どうするこれ。いやここやっちゃいましょう。仮に通電したとしても殴られたらもう終わりなんでね、もう腹をくくるしかないですね。これで通電です。いやなんとか開いて。ジャックワンパン食らう。救助に行きたいけどこの状態じゃ無理だ。でマーカスも食らってますね。まあさすがに来てるでしょう。状態で救助は無理でしょう。出ましょう。いやいやいや脱出して星が減っていきますね。ガンガン減っていく。さあ残り最後のキャラですね、ジャックやっていきましょう。まあ、苦戦はしたもののなんとか脱出できてるんですけどね、結局ね星が減ってるんですよね、マーカスとメアリーがね。なんで後でリカバリーしないといけませんね。じゃあまずはジャック行きましょうか。でお相手は崇拝者に変わりましたね。でリナとジャック2人とマーカスとかなり近くからね最後いるんですけど、でいきなり来ましたね。殺意マックスですね。逃げましょう。もういつものようにね、あのゲート横の扉を生かすとかね、そんな余裕は全くありません。まあ、とにかくね爆発と叫びをねしないのを祈るのみですね。そして味方がアイテムをサイトに投げつけてて、リナがワンパン食らいましたね。で牢屋行きと。結構近くにいますね。でジェネレーターが2台つきましたね。3台。おいいね、かなりいいペースです。でできれば救助をしたいところ。逃げてください。心音が不気味すぎますね。
かなり近くにいます。なんか木の扉を蹴ってる音が聞こえたんですけど、上か左かな。ここは残ってるんで、でここも完了しててジェネレーターついて残り一つですね。もう怖いですけど行くしかないですね。あれここもついてる、どうしよう。いや最後の1個寺院内とか怖すぎるんですけど、もっとやりやすいところはないか探しましょう。いや近いな、扉の中入りましょう。あここが壊されてたんですね。じゃあこの中、あここにありますね。いや待って、なんで触った瞬間に爆発、さらに2発目爆発、なんと言いやがらせ、完全にあの殺しに来てますね。まさか3度目もかますんじゃないでしょうね。でジェネレーター蹴られてますね。いやここはもう近くに3人いるんで一気に直したいところですね。いやいや、でも裏切って逃げるんだよな味方な、ギリギリまでやってても。いや、やりましょう。で、誰かが最後に見つかってますね。で、アイテムを投げつけて竹を取ってる間に直してしまいましょう。戻ってくる前につけたい。で、これで通電ですね。ただかなりサイコが近づいてきてるのが気になるところですけど、強引にやめましょう。で、リナのアイテムを投げつけてくれたおかげで助かりました。これどこ追ってきてる？いや、このタイミングで救助はちょっと無理ですね。どこ空いてる？ここ空いてない。じゃあまず左行きましょうか。左が違ってたら非常にまずいです。そこからマップの右まで行かないといけません。頼む空いててくれ。空いてましたね、助かりました。出ましょう。で、なんとか全キャラ終わったわけですけども、まあ、できる限りですね、このランクポイントですね、減ったのを取り戻したいということで少しだけやりましょうか。じゃあマーカスとメアリーに絞ってやっていきたいと思います。他は減ってないよね、確かね。いや、リナも減ってますね。減ってるのは3キャラですね。で、メアリーがひどいことになってますね、2つ減ってます。じゃあマーカス、リナ、メアリーをね1回ずつ脱出しましょうか。まあ、これでねまた1個ずつ減ったら仕方ないですね。ということでマーカスからいきます。で、お相手は肉屋ですね。で、フィルとメアリーとフィル2人ですね。で、マップ村です。で、右下の建物からスタートですね。ここは比較的安全です。まあ、たまに建物をすり抜けてハープーン飛んできますけどね。ただかなり近くにいますね。いきなりこっち来てんのか。いや、いきなり来てますね。なぜこっちに来る、いきなり。開幕から殺しに来てますね。しかも叫んでアピールしていく。なるべく見つかりたくないんですけどね。まあ、なぜかというとジェネレーター修理がね非常に遅いんで、直してる途中に来られるとね逃げざるを得ないんで、
ネレーター蹴られちゃうんですよね。でまたゲージがゼロに戻されて、あー来ましたね。これ扉まで間に合うか、なんとか間に合う。で石を投げつけられ、ナイフとかじゃなくて助かりましたね。ダメージ与えられると非常に困ります。回復手段がないんでね。でジェネレーター残り2つになりましたね。3つか、2台目がつきました。でなんか常に追われてる感あるんですけどね、非常に嫌な感じですね。なぜ心音が近づいてくる。で3台目つきましたね。修理が遅いキャラってこういうことなんですよね。やってるのが遅くて、でその間にサイコが来てしまって逃げざるを得なくて、またゲージを元に戻される。そしておじいちゃんがワンパン食らってますね。まあ、なんとか1台はね付け切りたいところですけど。でランクポイントを稼ぎたかったらですね、コンスタントに救助に行かないといけませんね。行かないといけないんですけど、まあねアイテムないと辛いですよね、さすがに。で2人逃げてきて、でメアリーが殴られ、2発目を食らっていく。でどっちを追ってくるかですよね、おじいちゃんか私か。なんかこっち来てるような気がしませんか。いや来てるな。まあいいや、もう救助するしかない。まずはおじいちゃんから、そしてメアリー。あ、もう一人のおじいちゃんもぐるっと回って来てくれましたね。どっちからかな、右。いや食らいたくない、やば。でおじいちゃんが食らって、いや私に来るよね、そりゃ。ナイスミス。で扉を使って時間を稼ぐ。で今のうちに鉄の扉の中に入り、いやもう誰かジェネレーターやっててさらに叫んで場所を教えていく。でぐるっと回って上のまた部屋の方に行きましょうか。で通電しましたね、ありがたい、非常にありがたい。で追われてんのかな、いや心音消えましたね。じゃあこっち開けちゃいましょう。でもう一人のおじいちゃんがいるんで2人で開けちゃいます。でゲートオープンですね。で本来ならですね、全員が脱出するまで待ちたいところなんですよね、ポイントが上がるんです。なんですけど全く余裕がないのでそのまま逃げました。そして星はもらえずと。ただマーカスは脱出完了で、アイテム回収しましょうか。では次リナ行きましょう。でフィルにマーカス2人と、で崇拝者ですね。肉屋が本当に怖いですね。マーカスじゃないとみんな開幕ワンパン食らうんでね、開幕見つかったら終わります。で味方が救助来なかったらそのまま死亡なんでね、本当に怖いですよね。でジェネレーター触る前になぜか何もないところで叫んでいく、まあ、当然来ますよね。いや本当にねやめてほしいなこれ、まあ、心音範囲内だったら叫ぶのはある意味仕方ないと思うんですけど、何もないところでね開幕叫ばれるとどうしようもないですね。ただ味方が来てくれたのでジェネレーターをつけることができました。まずは一つ目、ただね心音が近いのでどうしようかなっていう感じですけど、味方がなんかうろうろしてますね。そして2台目がついていく。もう怖いですけど行きますか。いやかなり近くにいますね。そして残り2台になりました。3台目がつきましたね。で建物の中にはない。で近くの扉蹴ってますね。これ見つかったかな、どうでしょう。
無意味ですけど建物に隠れましょう。で、牢屋の横の扉が蹴り飛ばされてますね。随分遠くまで飛びましたね。ただ神運が消えたのでそのまま直しちゃいましょう。で、ジェネレーター残り1つになりましたね。あと少しです。あれ、やる前に通電した。他でやってる人が完了させたみたいですね。ただ心音が鳴ってるんですよね。で、おじいちゃん一発食らってかなり近くにいますね。で、二人は脱出済みで、おじいちゃん食らってますね。いや、取り残されたんだけど。しかもかなり近くにサイコがいる。アイテムがないのでごまかすこともできない。さて、どっちに空いてるかですよね。3択なんですよね。まず救助をしてから、いや、なんで叫ぶ。場所を教えていくか。それで台無しですね。で、おじいちゃん消える。いやだ、死にたくない。あれ、消えてんのが解除されておじいちゃん食らってますね。右空いてるかな。開いてないし、じゃあ下行きましょう。で、おじいちゃん起き上がりましたね。で、ここの扉は2枚生きてるんで、いざとなったらここに逃げたいところではあるんですけどね。いや、もう回り込まれてないか、もしかして。扉は開いてますね。で、おじいちゃんどこでしょうね。あー、食らってますね。で、これ迎えに行ってもですね、ゲージの減りが早すぎて間に合わないんで出ます。うん、星は変わらず。では次、メアリー行きましょう。やっぱりね、アイテムなしだと結構ね、強引なプレイができないんでね、救助とかも行きづらいですし、通電直後にね、たげられた時点でね、かなりきついんで、なかなか難しいですよね。ランクポイントを稼ぐのはかなり難しい。むしろね、どんどん減ってる状態ですね。で、いつもはですね、ジェネレーター苦手なキャラはツールキット持ってきてるんですけどね、まあ、しばらくツールキットのない状態が、ツールキットを使ってる状態がね、続いてたんで、かなり遅く感じますね。これは辛いぞ。しかも心音が鳴り始めている。いや、なんで爆発するかな。いや、無理だって。そう、本来なら逃げなきゃいけないんですよ。これで強引にやっちゃダメなんですよね。いつもアイテムある感覚でやるとこうなります。そしてジャックに見捨てられる。また放置ですかね。で、サイコが通り過ぎてって、助けに来てくれましたね。ありがとうおじいちゃん。いやいや、回復で動き止めるのやめてくんないかな。どうするこれ。これ仮に来られたら私死ぬんだけど。よし、これで一つつけて。いやいや、こっちまで来て逃げていくか。治療はしてくれない。ただこの状態だとね、痕跡は残らないんで、まあ、騙し騙しやるしかないですね。いやー、なんで叫ぶ。騙し騙しどころの詐欺ではなかった。これは終わったくさいんですけど、どうでしょう。
で直してくれると見せかけて逃げていく、なんてやつだ。で近くで鉄の扉を蹴ってますね。どっか行ってくれ。で叫びと爆発禁止でお願いします。で止めれた残り2つ。いや何してんの、もう完全に嫌がらせじゃないか、あのジャック。でそのジャックが食らう。いや直してくんないか。はい、お直してくれますね。最後まで直してくれるかな。ありがとう。でおじいちゃんとジャックが食らってる状態ですね。でおじいちゃんぶち込まれたので救助しましょう。で回復したかったところなんですけど、なんか上に走っていきましたね。で扉が結構壊されてるんで非常に怖い感じではあるんですけどね。ただ通電まで行きましたね。開けちゃいましょう。今のところ心音も鳴ってないんで開けることはできそうですね。いや鳴り始めたぞ。で2人来て、でみんな脱出してるんで私も出ましょう。1つ回復ですね。じゃあもう一周行きましょうか。マーカス、リナ、メアリーですね。1回ずつ、まあ、星が増えようが減ろうがこの1回ずつやって終了したいと思います。ではマーカスから行きましょう。では肉屋ですね。でリーナとジャックとメアリーとジェネレーター得意なキャラがいませんね。そしてバンカーですね。まあ、いきなりシーン、アイテムの音がうるさすぎる。でシーンを消してるかもしれないので扉の方まで逃げます。でサバイバーとかが近づいてきた場合即逃げます。でアイテム効果が切れたので普通に直していきましょう。ただ心音が鳴り、おっとなんで叫ぶかな。アピールが過ぎますね今回ね。アイテムがないからって死にたがりですね本当にね。勘弁してほしい。で扉を開けて、いや開け閉めやめて本当に。ジェネレーター1つつけて、いやここも爆発していく。いや3人でやっても意味はない、2人に任せましょう。でここにジェネレーターがない。で食らってるリナが逃げれたんですかね。で2台目がつきましたね。こちらはようやく半分経過したところ。ただ心音が鳴り始めてますね。これ修理まで間に合うのかな。でリナが追撃を食らうと、でジムレーターつけることができましたね。で牢屋にぶち込まれて、それとほぼ同時に2台目がついて残り1台になりましたね。なんとか救助をしたいところで、ここで救助した後にですねグレネードとかがあれば投げて補助できるんですけどね。もう何もないんでもうただただ逃げるしかない。そして扉を全破壊される前に脱出しないと終わります。
で、リナが追撃食らってますね。でサイコが近いんですよね。通電しました。これは救助行きましょう。で、メアリーが食らってますね。どっちでしょうね、上か下。もういいや、下行きましょう。で、誰か開けてくれてますね。あと少し努力しましょう。で、ゲート開きましたね。で、メアリーが2発目食らってる。もう行くか。救助間に合うかな。これで死んだら元も子もないんですけどね。いやもうかなり多いんですけども、これで行くしかない。で、ワンパンは食らっても食らわないんで、そのまま加速して逃げました。どうでしょう。お、星回復しましたね。かなり強引でしたけどね。これはマーカスでしかできません。では次、リナ行きましょう。ジャックとゲイリーですね。で、フィールド、今回はジェネレーター得意なキャラが2人、そしてお相手は参拝者。マップは村ですね。で、下のゲートの付近からスタートですね。まずはジェネレーターを探しましょう。ここにありましたね。やっていきましょう。で、知恵のオーラがあるんで、おじいちゃんが来ましたね。ただいきなり爆発をしていく。場所を教えていくのが好きですね、今回ね。で、まずは一つ目、おじいちゃんについていきましょう。あれ、どっか行っちゃいましたね。で、最後にアイテムを投げつけてるんで、誰かが見つかってますね。ゲイリーですかね。で、2台目が完了しました。これ上にいないか。あれ、ゲイリーが下から回ってくる。そして私が叫んで場所を教えていって、どこから来るんでしょうね、これ。下から来ましたね。まあ、やはりゲイリーを追ってた感じですね。で、さらにジェネレーターがついて残り2台になりました。建物の方にね、向かっていきましょう。で、ゲート横の扉は破壊されていて、建物の中にあるね、ジェネレーターは生きてるんで、ここを触っていきましょう。いやいや、なんで爆発するかな。毎回アピールしてますね。これ通電寸前で見つかるのが一番ダメなんですよ。来ましたね。で、これジャックと一緒に走ってるのもまずいんですよ。ジャックの方が足速いんで、私が必ず食らうことになります。ここにジェネレーターないですね。あとどこに残ってるんでしょうかね。あ、ここにありますね。ただこれ扉まで非常に遠いんで、逃げ切れるかどうか分かりませんね。なんとか見つからないようにしたい。いやもうダメだよそれね、爆発多すぎだって。どうするこれ。で、通電しましたね。うちらにいるんかい。扉閉めれない。うわ、ワンパン食らいましたね。最悪の展開ですね今ので。台無しか。きっついですねこれね。なぜ足を遅くした。で、他の3人は脱出と。さようなら。お、星減らなかったですね。首の皮1枚つながった。
で脱出できなかったのでおかわり確定です。行きましょう。でリナ2人とメアリーですね。嫌な予感しかしないんですけど。でジャックと、でマットは引き続き村で、お相手は肉屋ですね。本当にワンパンが嫌だ。でさっきからね、爆発と叫びがあまりにも多すぎてね、死にたがりすぎるんですよね。本当に勘弁してほしいところですけど、今回も爆発しましたね。なぜサイコを呼び寄せる。いや重い、めっちゃ重い。でリナが食らってますね。リナって左行ったような気がするんですけど。で牢屋にぶち込んだと同時にアイテム使いましたね。何のアイテム使ったんでしょうか。でメアリーもワンパン食らう。なんだこのワンパン祭りは。でメアリーが救助されましたね。ジャックが救助に行っている。ただサイコはこっちにいるぞ。でメアリーはすでに回復済み。でジェネレーターつけたので救助に向かいますか。おっと救助されましたね。ということはサイコも上にいるんじゃないですかね。いや心音が鳴ってないですね。でジェネレーターついて残り2台になりましたね。で扉はでない。でここで3人で救助じゃない回復してましたね。いや怖いんで扉まで逃げましょう。でメアリーが叫んでいて、さあどうする。とりあえずぐるっと回りますか。で扉がどれぐらい残ってるか確認。あ、ないですね。2枚とも破壊されてます。でここやってますね。もういいや、みんなでやっちゃいましょう。いやいや爆発しすぎだって。なんで2回も爆発した。行きますか。なんかメアリーが叫びながら同じ方向走ってくるんですけど。うわジェネレーターある。ただここは非常に逃げづらいところです。アイテムありきで逃げる場所なんで。ただ通電しましたね。もう強引に行きましょう。で早いですね。ここ開きました。したかったところなんですけど、ワンパン食らうの嫌なんで逃げました。うん、回復はしないですよね。星は増えない。まあ当然ですよね。今のプレイでは無理です。ではラストですね。メアリーが脱出できたら終了します。では行きましょう。でおじいちゃんといきなりメアリー2人とゲイリーと。でお相手は崇拝者ですね。ワンパンがないだけ気が楽ですけど、ただいつワンパンが来るか分かんないんでね。こっからですか。逃げづらいところからスタート。怖いですけどやるしかないですね。うわ遅いな。本当に遅いですね。でジェネレーター遅いだけじゃなくて、このキャラってよく叫ぶんですよね。なんで修理してる途中によく爆発とか叫びをして、サイコを呼び寄せてしまって修理が完了しないで蹴られて時間が
どんどんね延長してって、その間に扉を破壊されて自利品になっていくって、そんな感じなんですよね。で、誰か見つかってますね。アイテムを投げつけてます。今のうちにつけちゃいましょう。おじいちゃんが一発食らいましたね。ただ一つ目がつけることができました。で、味方が食らってる効果で足が速くなってます。いや本当に遅いな、ジェネレーター修理遅すぎだ。で、かなり近くにいますね。もう半ばやけくそで直してますけど、おっと爆発していく。で、杖が見えたので逃げました。ただおじいちゃん追撃食らってないですね。ここで直せと、なんでこんなところで直さなきゃいけないんだ。建物の中に入るんだおじいちゃん。まあいいや。で、おじいちゃんを回復して、いやいや2人で直しても遅いですね。遅い人が2人で直しても非常に遅いです。そして爆発をさせていく。で、おじいちゃんがなぜか無情にも通り過ぎていく。で、ゲイリーが食らってますね。おじいちゃんどこ行ったの。なぜか恐怖で叫ぶ。意味が分かりませんね。何をしてるんだろうか。で、ジェネレーターが残り1つになりました。で、叫びまくって達成でこっちに来ますよね。それが来るよね。で、おじいちゃんが一発食らう。今のうちに救助しちゃいましょう。あ、おじいちゃんも来ますね。ということは崇拝者も戻ってくる。止まった。こっちが先だ。いやいや、もう一人のメアリーが叫びながら近づいてくるんですけど、やめてください。で、ゲイリーが食らう。まずいですね、これジェネレーター触ってる人いないんじゃないでしょうか。いや、おじいちゃん直すよ。逃げるんじゃない。で、ゲイリーが死にましたね。いやいや、なんで叫ぶの、意味がわからないんですけど。叫びすぎじゃないですか。チームやってる範囲ならわかるんですよ。なんで何もないところで叫ぶんでしょうか。これ仮にこの状態で通電まで行ったとしても、最後にたげられてたらもう扉もほとんどないんでね、逃げれるかどうか分かりませんね。いや、もう通電しちゃっていいんだよ。やってますね。ただ信用も鳴ってるんで、いや、ギリギリはダメだって。ワンパンだし。ただおじいちゃん追っていきましたね。なんとか回復して戻ってくる前に通電まで持ってって逃げたいところ。よし、起き上がった。なんで起き上がった瞬間に叫ぶ、意味が分かんないですよ。いや、遅すぎるわ。無理だこれ、修理も遅いし、どうしようもないですね。いやー、これはどうしたものか。おじいちゃん死亡。さあ、次は私の番ですかね。まあ、これ仮に扉を使ったとしても、もう逃げ切るの不可能なんで。あ、味方が直しに来てくれました。ただこのジェネレーター遅い2人がね、協力したところで高か知れてるんでね、安全なところじゃないと修理は。もうなんで叫ぶの。ん？2人いるとは思ってないみたいですね。そして2発食らって、
遅い。いや救助に行きたいけどあの減り方はえぐい。なぜ爆発する。でなんとか通電で扉はないのでもうほぼ絶望的ですね。もうここは開けるしかないですね。もう選択肢はない。他に逃げれないですしね。もうここ開けれなかったら死にます。いやーなんでワンパンかな。ねえ毎回ひどすぎるよ。最後の最後にやってくれましたね。いやーひどいわ。ワンパンじゃなければね、もしかしたら、いや無理かな。ゲートは開いたかもしれませんけど、まあ、開いてる間にね、外出れないと思うんですよね。その間に突っかかって食らって死ぬみたいなね。どっちにしろ死んでましたね。で、今回はマップバンカーですね。で、お相手は肉屋。そしてメアリー2人とマーカスとディルト。まあ、基本的に牢屋にぶち込まれない、そして見つからない、で終盤にたげられない、それを守らないとアイテムなしだともうほぼ死にますね。本当にきついですねこれね。来てるな。でまた私がワンパン食らうのか。はい、じゃあ。いやーワンパン率高いですね。まあ、開幕ワンパンなんで仕方ないですけど、何度ワンパン食らうんでしょうね。なんか牢屋に入ってる姿が寂しそうですよね。で救助には来てくれるのかな。もういや、視点変えないで待ってましょう。お、2人来てくれる。ありがとう。いや、戻ってくる前に回復したい。間に合うか。ありがとう、おじいちゃん。もういや、ここ直しましょう。なんで爆発するかな。ねえ、ほんとやめてよ。もう叫びと爆発が多すぎてどうにもなんないですね、これね。もう死にたがりとしか思えない。そしてジェネレーターを修理遅いまで来てるんで。そして救助した瞬間にマーカスが叫んでいく。もうひどい状況ですね。もう笑うしかない。なんとかね扉の内側に入りましょう。そしてジェネレーター残り一つになりました。でメアリーが追撃食らって、今のところバレてないみたいですね。行って救助をしつつ、でおじいちゃん食らってますね。でようやく半分までゲージ行きましたね。あと半分です。おじいちゃんが牢屋にぶち込まれる前に通電をしましたね。で、おじいちゃん回復しましたね。どういう状況なんでしょうか。あ、おじいちゃん来ましたね。で、3人で開けてるんで早いです。
でマーカスも来てくれて脱出してくれるとありがたいんですけどね。どうでしょう、少し待ちましょう。サイコが来たら迷わず逃げます。あ、食らってますね。無理か。いけるかな。あ、なんでよりによって遠いところにいるんでしょうね。よし、まさかまたハマってるんじゃないでしょうね。いや、そんなところで治療して正気ですかね。戻ってきたら終わりますよ。あ、来ないですね。で、治療して脱出していく。私も出ましょう。星は回復しましたね。そうなるとリナもやるしかないじゃないですかね。え、2キャラ回復したんで、ということでやります。行きましょう。まあ、救助をしつつなるべく全員で脱出する、これがね、アイテムなしでは非常にきついんですよね。アイテムがあればね、あの通電直前に見つかってもなんとかなるんですけど、いきなり爆音が鳴っていく。で、怖いんで扉のある方に逃げていきます。何のアイテム使ってるかわかんないんでね。で、アイテムの効果切れましたね。心音消してるかサバイバーに化けてるかだと思うんですけど、サバイバーに化けていてもですね、アイテム持ってないんで防ぎようがないんですよね。で、メアリーが食らっている。どこにいる。え、そっち。まずい。追ってきますよね。で、ここから下から回ってくるかな。どうでしょうね。で、牢屋にぶち込まれたんでお迎えに行きましょう。で、自力で開けてるのが失敗して1秒救助と。どこから来る。扉の中入りましょう。左から来る。で、リナ叫ぶ。で、負傷したメアリーも歩いている。そして叫びながらサイコに向かっていきますね。なんだこの状況は。で、現在誰もジェネレーターに触ってない状況ですね。ただでさえ鉄の扉が結構破壊されているんで急がないといけないんですけどね。で、2人やられる。で、ジェネレーターつけて残り3台。なんでそっちにいるかな。上から噛み合ってしまう。そして、あ、もう扉ないし、あれ終わったかなと思いきや、最後どっか行っちゃいましたね。で、みんな食らってる状況で1人は牢屋行きと。で、マーカスもぶち込まれていく。いや、治療が遅い。これ治療したら君だけあのどっか行くとかないですよね。こっちも直してくださいよ。いや終わりましたね。これは無理だ。
でゲイリーがやられる前になんとか浮き上がって2人を解放できればまだ望みはある。いやもうゲイリー食らってる、当然戻ってくる。いや1秒救助でなんとかあがくものの、マーカス粘るんだ。あと少しで回復する、起き上がる。1人救助、さらに2人、ここまで来たらみんな行くしかない。あれもう死んでるじゃないか、 なんで立ってるんだ。いやこれで残り2台とか無理なんだけど。でなんでぼったちしてるんだ君は。いや人を回復してる余裕ないんだって。ダメだこの人、治療しないと動かない。いやーもういろいろカオスですね。もちろん治してくれるんだよね、私もね。頼みますよ。おい何しれっと修理してんだお前。でこれ私を治療しないで逃げていくに1票で、さらに叫ぶ、お直してくれるんですけど、叫んだのでこれ最後に場所バレましたね。俺も直せと言わんばかりに来ましたね。ここまで時間がね経ってるんで、もうほぼ扉は破壊されてると思った方がいいですね。で2人で治療しても非常に遅いですね。メアリー1人の治療に足元にも及ばない。そしてなんとかみんな回復。いやいやなんでみんなで同じ方向に逃げてくるんだ、怖すぎるんだけど。いやーきつい状況ですけど、誰かね、もう一人が死ぬ前に通電まで持っていかないといけませんね。なんかどこ行っても信用がついてくる気がするんですけど、ただ見つかってるわけではなさそうです。もう強ポジの扉はほぼ破壊されていて、かなりきつい状況ですけど、まあ、なんとか2人でつけ切ることができない。もういや戻りましょう、なんとかつけるしかない。そしてゲイリーがワンパン食らう。あゲイリー死にましたね。これ強引に行くしかないんでしょうかね、まあ、かなり厳しい状況ですけど、やってるのがバレなければなんとかなるような気もしないでもないんですけど。いや扉がないよ。でマーカス食らう。いやこっちの方が安全かもしれませんね。いやみんな死んだし、いやもうこれつけ切るしかないし、もうどうしようもないですね。展開が悪すぎました。ここまで救助しても脱出をしなければ星はもらえないと。ということでおかわり確定しました。行きましょう。でお相手は崇拝者ですね。でリナ2人とマーカスとリナ3人ですね。また嫌な予感しかしないんですけど、大丈夫でしょうかねこれ。開幕法絶対やりたくないんですけどね、アイテムがないときはもうお話にならないんで、扉まで遠すぎるんですよね。いや無理だ。
ましょう。で爆発してますね。でバレてるんでもうつけ切るしかありません。でなぜか私が絡まれる。もうちゃっかり消えて逃げてますね。でさらに食らってる上に叫んで場所をアピールしていく。もう最悪ですね。ただ味方が直しに来てくれました。ありがとう。ただまだ近くにいるんですよね。相変わらず近づくと爆発しますね。そして2台目がついていく。残り3台で、ここにはジェネレーターがない。で味方についていきましょうか。そっち行くんだ。で扉の状況を見ながらジェネレーターを直していきましょう。ん？下に？何見てたんでしょう。あ、ジェネレーターあるのか。何をうろうろしてるんだ。扉がないからもう逃げ切れないんですよね。なんで無理はしたくない、そんな感じですよね。あ、もう突きかけじゃないですか。でなぜか叫んでいく。そして残り一つになりましたね。でも扉がほぼないぞ。ここの強ポジの2枚は残ってます。ただ本来ならここまで逃げてくるのにエナジードリンク1本で済むんですけど、アイテムがないんでね、一発食らってから加速して扉まで届くかどうかですよね。でここ手つかずで残ってます。いや、ここで見つかるわけにはいかない。扉ないし、嫌なところ破壊されてますね。でこのジェネレーターは完了してる。ここも残ってますね。あと少しで終わりそうなんで、ここやっちゃいましょう。で、通電しましたね。さて、味方はどっちに行ってるかですよね。ここは見つかるわけにはいかない。で、最後にアイテムを投げつけているということは誰かが見つかっている。で、こう下側は心音が小さいのでおそらく上の方ですかね。ただもう一人は脱出済み。あ、もう開いてますね。素晴らしい。ただこっちに来ててもう追い出そうとしてますね。で、心音が消えました。反対側に向かったんでしょうかね。で、一発食らってて、もうおもかいの待機しておきますか。で、そういう時に限ってとどめ刺さないでこっち来るんですよね。で、なぜか叫びましたね。牢屋の前にいるよとアピールしました。これはぶち込まれないかもしれません。下手したらこっち来ますよ。あ、起き上がりましたね。逃げましょう。こっちに来る。出ましょう。いやいやいや、星増えないですね。いや、行きましょう。で、お相手は崇拝者リナが2人いますね。リナが3人、もうここまで来たらもう4人で行こう。いやいや、違う違う。
さあ行きましょう。でも逆にこの3人とおじいちゃんだと、おじいちゃんしか足跡残らないんで、入ってきた人がね、味方が地獄なんですよね。早いですね、もう早くも一つ目がついていく。で、これで2台目。なぜわざわざ開けて投げつけたんですか。ちょっと意味が分かんないですね。で、燃えながらなんかマップの上に走っていきましたね。どうしたんだろう。じゃあ私もマップの上の方に向かいましょう。かなり近くにいますね。おっと、また始まりましたね。で、ジェネレーターついて残り2つ。いやいや、叫びすぎだろ。さすがにないわ。もうこのタイミングで叫んだらダメだっていうタイミングでね、平気で叫んでいきますね。恐ろしいシステムですね、叫びシステム。で、おじいちゃん2発目食らいました。で、信用になってるんでかなり近くで食らってますね。で、これでジェネレーターついて残り1つ。ちょっと信用が静まってから救助行きたいところなんですけど、もう救助されましたね。で、あと1つジェネレーターを探さないと。おっと、また叫んでいく。しつこいぞ。何度叫べが気が済むんでしょうね。いや、こんなところで死ねない、まだ死ねない。なんとか扉から扉まで移動して、信用になり始めましたね。一瞬なって止まる。ここは完了してて、この扉は1枚生きてて、隣も生きている。で、通電しましたね。いっか、開けちゃいましょう。で、負傷してるおじいちゃんが来ましたね。よく今まで見つからなかったですね。で、脱出しましょう。回復しましたね。ようやく終了です。長かった。一応確認しましょうか。で、マーカス回復して、リナも回復して、メアリーも OK と。で、アイテムを回収して終わりましょう。今回はですね、サバイバー全キャラですね、アイテムなしチャレンジでしたね。まあ、結局のところワンパンがきつい、ただそれだけですね。あとはまあ後半に食らっちゃうとね、もう救助来ないんで、もう確定で死んでしまうところが本当にきつかった。最後付近に見つかっちゃいけないんですよね。なんでアイテムがあるとね、そこで時間稼いだりできるんですけど、
それができないのが本当にきつかったですね。なんでね、この序盤ってアイテムがないんで、まあ、このゲームって本当に序盤が一番きついんですよね。まだキャラが育ってなくて、でなおかつアイテムがない時期なんでね、そこを乗り越えれば結構楽しくなってくるんですけどね、そこに行くまでのハードルが高いんで、そこをなんとかしてほしいところですよね。なんかデイリーのアイテムがあってもいいような気もしますけどね。まあ、序盤問題がねちょっと解決してほしいなと思った今日この頃でした。ということで、今回の配信はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ではおやすみなさい。失礼します。